として作品を作ることも、活動として行っていたんですけど、自分自身こう活動している中でなんかこう振り付け家の方法ってのは意外とこう自己流というか方法ってこう本当にたくさんあって、でその方法ってこう実際に現場を踏んでこう見てこう自分でこうなのかなっていう風な手探りですごいやることって、もうそれが基本になってると思うんですけど、でもやっぱこのテラコっていう機械は学ぶという方向でこう振り付けトライできるっていうのはすごいやっぱり大きなことだなっていうのをすごい感じています。でやっぱり振り付け家ってどうしてもこの手数というか札というかこの方法が自分の中でこう増えることっていうのはやっぱりすごい大事だなと感じているので、このテラコの講座を受けてみようかなというふうに思いました。自分自身なんかダンス自体もこう感覚で、あ、このようなイメージかとかこう感じながら踊りにしたりしてるんですけど、今回その振付家の講座ってのでこう振り付けもここにこう、あんまり言うとこの内容のネタバレがこうふわってなるかもしれないんですけど、この例えばここに人を配置して、そしてこれをこういうふうにすればこうなるんだよっていう、言えば方法を知るっていうことがすごいなんか今までこう自分の感覚とか感性でやってた部分にすごいこう答えじゃないんですけど、なんか方法をこう導いてくれてるっていう感覚があります。あ、だからあの振付家はこうしてたのかなとか、実際に今受けててそこが結びついて、そしてなんか自分の中でクリアに、あ、こういうやり方があるんだなっていう、なんかそういうつなぎ合わせがすごいこう今ハマってってる感覚があります。まあ実際にテラコっていう講座がその振り付け方法だけじゃなくて、照明の扱いだったり音響だったり、そしてダンサーだったり踊りだったり、いろんな部分にすごいこう向き合ってるんで、なんかそのこういう装置がある、そしてこういうスタッフさんがいるみたいな、そういう部分をすごい踏まえて自分ならではのなんかやっぱオリジナリティみたいなものを作品に出していきたいなっていうのがあります。今こう作品ってありふれてるんで、なんかこうどこかで見たことあるっていう既視感で終わるんじゃなくて、なんか今回自分が作る作品ならではのものを提示したいなっていう意気込みを